皆様こんばんは。リバーサイドカフェオーナーカルマです。本日は10月7日金曜日、お時間は21時17分ですね。私の住むねここ関東は、今日までの3日間ねずーっと雨日和で、さらにね、まあ、相当気温が落ち込んでまして、まあ、寒暖差が非常に激しいね3日間となりました。まあね、これでまあ、体調をね崩される方もいらっしゃると、思いますので、どうかね、明日からの土日ね、しっかりご養生いただいて、少しねなんとなくこう体調が悪いなっていう方はね、いっぱい美味しいものを食べて好きなことをしてね、どうぞね免疫力をね養ってね、無事にね過ごしていただければと思います。なんか予報だと明日はね、今日は12度なんですけど、最高気温がね明日は24度ぐらいには回復するようなんですけど、まあとにかくね、今ね、まあ9時過ぎなんですけど、相当寒いですね。でね、こんな寒い日はねこんな音源はいかがかなと思いまして、今夜の1枚はこちらをご紹介させていただきます。こちらですね、これはですね、アウローラの2002年に、発売されました、まあ3曲入りのシングルですね。フィロソフィーというね作品になりますね。こんなね寒い夜には、この中のね、3曲目にね、クレジットされてますインフェリアね、この曲が結構ね合うかなと思いますんで、アウローラね、ナンバリングで出そうかなと思ってたんですけど、やっぱり3曲入りだとねどうしても充実感が若干足りないなーっていう思いがあったんで、プチ回でねご紹介してしまったんですが、まあ、作品のね、素晴らしさ、それからまあ希少性を考えますと、まあ、本来ねプチ回ではなくねナンバリング回で、しっかりご紹介させていただくのが、まあ一番いい、なんでしょうね、ご紹介かなと思うんですけど、まあね、こんな寒い日のふさわしい曲は何かなと思いましたら、このね、アウローラの、インフェリアね、こちらがちょっとねふと、よぎったので、この場を借りてご紹介させていただきました。今夜はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。おやすみなさい。